れ様でございます。今回購入したものがこちらですね。なんと石鹸、なんか手動、今までね手動のポンプみたいなやつ使ってたんですけど、今回はなんと自動のやつ、ミューズの。さておき、早く開封しましょう。だいぶ前に届いた、やっと開封した。箱がでかいしよ。この大きさのもんがこの大きい箱で5倍ぐらいのサイズ。あ、ちょっと思ってたんと違うな。なんかね、これもうちょっと透明度が高いビニールやと思ったんですけど、思ってたんと違うわ。まあ一応残しときましょうか。ビニールについてきたおまけなんですけど、こちらですね、ノータッチハンドソープ、アワーハンドソープミューズ、自動で出てくると。家電評価ベストバイオブザイヤー2020、今2023年ですかね、22年でしたっけ、わからん、何年かわからん。そしてね、おまけのおまけにこれがついてきました。これはいいですね。これめちゃくちゃ安かったんですよ。アマゾンでこの値段で購入することができました。こっちに値段出てるかもしれないですけど、それではちょっと使っていきましょうか。やっぱ家に帰ってすぐに手を洗わんとダメですよね。こちら開封したんですけど、なんとね乾電池がついてきたんですよ。なんか汚れてない、これ。こじ開けた跡みたいなのがある。まあいいですけど、と炭酸乾電池2本ですね。そしてこちらがついてきたんですよ。これどこのメーカーや、アルカリ LR6 1.5V AA、 どこ、え、あ、マデインチナって書いてる、マデインチナって書いてるやん。はい、これをセットしていきます。どこの電池や。そしてこれで、あれ、これどっち向きでした、ここか。そしてこちらにセットしておきましょうか。シールを取ってお使いください。これを剥がしてここにセットするだけですかね。これどっち、こっち向きですか。はい、セットしました。あ、違う、電源入れてないわ。はい、これで、あれ、出てこへん、最初の1回は出てこへんのか。ん、ちょっと待ってください、出てこへんで。え、待って、初期不良か。待って、説明書ないやろ。待って、ちょっと出てこうへんて。使い方が違うんか、詰まってるだけか。ちょっと待ってください、出てきてる気配がないな。濡れてないもんな。これ蓋、キャップついたのか。いや、ここ開けるもん違うやろ。ちょっと待ってください、やっぱり急に出てきたね。なんかちゃんとセットできてなかったみたいです。これ1回分です、 2回分ですかね。そしてこう洗うと、あ、いいじゃないですか。これ自動で泡が出てくると。やっぱ家帰ってすぐにこう手洗わないとね、汚いですよね。あか、水道の近く、水が足りんわ。ちょっと手濡らしてからやで。このセンサーが、これですかね。どこにセンサーが、これか、やっぱ。センサーがこれっぽいな。下、あ、違う違う。じゃあこれ何の光や。センサーはここにあるな。すぐして。じゃあこれ何のためにあるんや。これ LED みたいなのがついてるな。これ何のためのや。わからん。そうっす。今回は以上で終わりましょう。これをね、ちょっと改造する動画とか上げていきたいんですよ。これね、この交換するやつがね、めちゃくちゃ高いんですよ。しかし、これここから穴開けて、違う液体を入れると、同じようにこうね、手が洗えるらしいですよ。泡が出てくるらしいんですよ。このミューズのやつ高いんでね、ちょっと違うやつに交換していきたいなと思います。なんかもうちょっと手洗いすぎやろ。何回泡出してる？これで終わりましょう。これ最後で終わりましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。手洗いすぎやわ。佐藤の鏡餅のこのみかんだけを光らして、いやいや、どこ行くね、どこ行くね。
これ通販よくするんですけど、ね、最後のこのゴミの処理がめんどくさいですよね。この梱包材の